北条公家は、鎌倉時代末期の武将、北条氏の一門、名古屋流、北条寺家の子、尾張神、名古屋公家とも表記される。尾張主の関都名は、文法元年3月30日付関東、御教書において見られ、これ以前の任間であると考えられている。火力元年、皇家は表情集の一員となっている。元年3月、で、 現行の乱が起こると、同年4月に、幕府では、鎌倉法の大将軍に、有力御家人の足利高氏と共に後家を派遣し、上落させている。太平紀巻、第九、山崎攻めのこと付けたり、久家縄手合戦のことによれば、後家は、同月27日の小賀の縄手において、宮方の赤松の林村、千草忠明、 有吉神下らの軍勢と激突するが、赤松の一族で、作用上手の作用繁華に未見を射抜かれ、あえなく戦死を遂げた。太平記の描写によれば、そのあまりに過敏に過ぎる出立ちによって、大将軍であることを敵に悟られ、集中的に攻撃を受けることとなったという。没年齢は不明だが、太平記に、木早の若武者と書かれており、二十代前後と推定される。 そもそも生誕年が分かっていないが、忌味名の河野寺は、徳宗の北条高時から一時配慮したものである。ことから、元服の時期は高時が、徳宗の地位にあった1311年から1333年の間と推定できる。南太平記によると、今川氏の祖である、今川国市の娘である妻との間に後半という維持がおり、中仙台の乱の際におじである。 今川来国に保護されて養子となり今川名古屋家を名乗ったという、安土桃山時代の武将で歌舞伎の祖とされている名古屋三三郎はその子孫とされており、その末裔は加賀藩に仕えた。ありがとうございます。